じゃあ1時になったんで始めましょうか。はい。では、皆さん、空席以外満席ということで。ご来場いただきありがとうございます。最近はそうですね。うん。結構配信で見ますって人いるんで、ね。あんまり、人数、うん。満席で席取れないってことはちょっとなくなったんで、もう逆にやりやすいっちゃやりやすいんですけど、ですね。前回ほんとやばかったですね。あれ誰も来ないですもん。びっくりしたんで。まあ、前回も言ったんですけど、一人になってもやりますんで、よろしくお願いします。はい。でもね、いつものオープニングのスライドですけど、まあ、ほんの少し自分の話ですけど、今回は第64回ということで、まあ、64と聞くと、まあ、我々は、2の6乗を思い出すわけで、主語でかいですかね。そう。わったなと。まあ、やっぱ1バイトは目指したいですよね。いつになるんですかね。生きてるうちに、まあ、10年で60回ですよね。だから、あと40年。ちょっと無理かな。でも、医学の進歩で我々100歳以上まで平気で生きるみたいな話もあるんで、まあ、あんま考えたこともないですね。はい。ということで、近況ですけど、まず近況1なんですけど、今、締め切りがやばいです。本今書いてるんですけど。まだ書いてるんですよ。統計の本。統計の統計ですよ。絶対売れるじゃん。絶対、いや、そこはですね。そこは、売れないように書いてます。そんな、数式わかんなくても大丈夫ですよ、みたいなこと。最初書いたんですけど、後ろの方行ったら全部数式になってるんで。売れないだろうな、と。それは売れないです。売れない。後から、PDF 見れます。そうですね。やっぱり統計やると線形代数すげえ重要だなっていうのはわかります。すごいことだって。で、それはいいんですけど、ちんたら、私にしてはちんたら書いてたら、いつも半年決戦とか3ヶ月決戦でうわーって書くんですけど、1年ぐらいかけて書いてたら、とうとう締め切りを切られてしまいまして、6月末までに出せとか言われてて。で、5月の半ばになんか招待でされて論文1本出すって約束しちゃってるから、もう、もうこれから私は死にに行くんで、ゴールデンウィークって何って感じ。はい。骨を拾ってください。はい。次のセルゲ勉強会はないかもしれない。東京で。やばいですよね。で、次が、これは我々関係するんですけど、韓国版が実は水面下で進んでましていて、出ました。で、うち一冊届いたんですけど、なんかこれ小さく見えるんですけど、電話帳みたいな感じですね。熱いです。まあ、日本語の版とあんまり量変わらない感じですね。で、インパクトあったのが、これで、だから、なんでしょう。日本語版は、なんか、一筆書きの女の人がなんか、ベンチプレスこうやってやってるやつで、鍛えるって感じなんですけど、韓国語版も鍛えた後の猫っていうよくわからない。でも、これ猫、あ、なんなんすかねって、そのレベルのなんなんすかねだったんですか。猫です。猫です。犬にしたちょっと耳が三角形。ということで、こんなんですね。ちゃんともっこりしてるんですけど、そんなこと言っちゃいけない。で、びっくりしたのが、韓国昔、人の名前を漢字で書いてたのに、もう最近もう韓国、漢字の排除が進んで、名前まで漢字で書かれてですね、読めねえと。とにかく読めるものは一切ない。もらったけどって感じなんですけど、なんか私の名前、なんか韓国語で書くとこんなんらしいです。で、一応私もあいうえおまでは勉強したんで、これがうっていうことはわかるんですけど、これ A です。これだってわかんないですよね。もう、すごいですよね。まあ、こんな感じで。で、あと、ブラックノーさんがやたらとこの猫気に入ってですね、ミスキーでアイコンにしてます。しかもこう耳の位置を合わせてです。そんな話は。ということなんで、買ってください。まあ、こういうものは、ね、中に、そうですね。グッズですか？グッズ。グッズ。グッズは入ってる。
いや、そうなんです。いや、買わなくていいです。はい。ということですね。で、あと三つ目が、まあ、これもちゃんと言っとかなきゃいけないんですけど、ソフトウェアデザインの連載、まだ続いてます。誰が読むんだって感じなんですけど、難しいですよね。だいたい、ラストでバッシュのクローン作ってるわけなんですけど、こう、二つ言語出てくるとわけわかんない、ね。うん。ので、まあ、誰が読むとか言ってちゃいけないんですけど、まあ、少しでも読む人開けさせないように一生懸命毎月書いてます。だいたい締め切り、そうですね。締め切りの1ヶ月前に書き上げといて、一週間前から、これ難しすぎねえかとかいろいろ考えてまた書き直すみたいなのを繰り返してて、で、どんどんこっちの時間がなくなってくるっていう、変な感じです。で、今回は、今、店頭に並んでると思うんですけど、単純コマンドと複合コマンドのインスタンスを同じベクターに作るためにトレートを準備するよって完全にラストの話になってる。バッシュの話は、あんま、ないっす。ないっす。ないっすよ。ないっすよ。もう、何のことやらって感じです。で、あとはまあ、冒頭から NL が出てきますんで、また、そうですね、ちょっと数ヶ月忘れてたんですけど、また来月、次の5話あたりからぶっこんでいこうかなと。はい。で、雑誌自体はですね、数学特集らしくて、なんか、ヒッピド人がみんなで集まってイベントやるぞとか、なんか楽しそうだなとか思って見てて、もっと難しいの一人で書いてて辛いなと思ったという、しないの。もうね。うん、数学の依頼来ないですね。まあ、来ても困るんですけど。はい。こんな感じです。はい。じゃあ、本題いきます。じゃあ、本題いきますけど、シェルゲートはっていう話を毎回してますね。一応確認ですね。ルール読み合わせみたいなもんなんで、これ。毎回同じでもちゃんと読まなきゃいけないですけど、シェルゲートはマウスも使わず、ソースコードも残さず、GI ツールを立ち上げる間もなく、あらゆる調査計算テキスト処理を CLI 端末へのコマンド入力一撃で終わらすことです。あるいはその時のコマンド入力のことをシェルゲート言ってます。いいですね。いいですね。ということで、今日はそれをログモを解くということですね。で、今回の問題は、ミスキーのシェルゲートのミスキーサーバーで出た問題1問を、グレさんが出してたのをめっちゃ難易度上げて持っていく。持っていきます。で、それ第1問に出します、これから。だから1問目から今回はひどいです。はい。で、あと5問は、統計の本書いてて頭が私統計しか思い浮かばないって状態になってて、数学ですね。シェルゲーの苦手そうな、要は行またぎの処理がいっぱい入るような問題5問出していきました。ね、毎年シェルゲー勉強会4月はなんか新人さんいっぱい集まってなんか和気あいあいとやってたんですけど、そんなムードゼロです。もう、問題もなんか簡単にしましょうとか言って簡単にしてたんですけど、余裕がなかったです。余裕がないとどんどん問題が難しくなってくるので、今回難しいです。はい。で、進め方ですけど、1問10分から15分考えると。で、3分から5分解説して、5分おさらいですね。で、今回は6問ですが、小問2つあるのは2つあるって、実質8問ですね。で、問題に対するアプローチを考えると。で、解けなくても気にしないでください。もうこれが一番大事ですね。はい。解けなくても気にしない。はい。復唱したいぐらいですけど。でも解いてくる人いるか怖いね。で、それを実現するコマンドやオプションがないか調査。まあだから、それってなんか変な表現になってますけど、まあ答えにたどり着かないまでも、なんかこれ使えばできるかなとか、あとこれ使おうと思ってもちょっと使い方わかんないから調べようとか、なんかそういうふうに有意義に、時間を使ってください。で、シェルゲーボットのツイートも参考になります。そうですね。で、手を動かすと。とにかく手を動かして頭で汗をかくというのが、この勉強会の大事なことで、まあ3時間後にはフラフラになっているとですね。で、あとツイッターでいろいろ質問してもいいですし、ディスコード、そうですね。ちょっと私は見る、余裕多分ないと思うんですけど、もしよかったらディスコードに入ってなんか、アドバイスしたりとか、まあなんか、そうですね。ツイッターには書けないこと書いたりとかして有効に使ってください。で、チーム分けはなんとなくなんか今回はされてますね。あそこに大阪サテライトはできてるんで。こっち常連サテライトはできてね。こちらは常連チャグ、半常連者というみたいな感じで。はい。ということで、はい。ということで仲良くやってください。はい。ということで始めましょう。そうですね。はい。で、で、これも毎回ちょっと常連の人には、だるい話、だるいっちゃいけない、言っちゃいけない。まあ、問題解き方ですね。一応一通り説明しておきます。
で、問題使われているデータファイルは GitHub にありますということですね。ビムのこれリンク、スペースが入っちゃうんですね。あ、入んない。あ、入った。えい。ほら、ほら。はい、つい。はい。て、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 て。はい。違う。あ、そうですね。で、こう、シェルゲーデータっていうのがあるんで、こいつですね。ツイートしながらね。問題で使うファイルの置き場所。はい。はい。で、この URL の、ボル64。ね。ここにあります。はい。怪しいファイルがあります。で、ここから持ってくる。そうですね。で、持ってき方は、まあ、ここからダウンロードしても別に全然構いませんし、まあ、Git が使える人は、ま、ここから、そうですね。https でですね、これでコピーして、適当なところで、あ、なんか変なファイル置いてねえかな。Git Clone ね、これで貼り付けてやれば、ダウンロードできます。ね。はい。よいしょ。はい。で、こいつの、で、これ落としたら、シェルゲーデータが入ってって、ボル64。はい。これで準備が完了しました。ということですね。はい。わからんかったら、問題1の途中になんかツイッターとかでわからんって騒いでください。で、で、これも大事なんですけど、私の模範ではないですけど、まあ、回答例は Ubuntu22.04LTS で作成してます。で、いつも言ってるんですけど、自分の環境が一番いい環境なんで、普段使いをするための勉強会なんで、普段使ってる環境でやってください。で、ただ、Mac の場合は結構回答例が Linux と変わってきちゃったりするんで、で、どうするかはいろいろ方法があるんですけど、まあ、一つは、Linux のコマンド群ですね。Core Utils ですね。これをインストールしておくと。で、コマンドの頭に G をつけると。Linux と同じ程度を示します。そうですね。で、まあ、それ以外の、まあ、BSD とか使ってる人たちが、これは機種依存だとか、OS 依存だとか、昔は結構ガチャガチャ言われたんですけど、そういう人、そういうことを言える人は自分で対応できるはずなんで、まさか解けないことはないですよねっていうことなんで、自分でやってくれる。そうですね。で、あと多くは断りのない限り GOOC っていうものを指しますが、よくわかんないって人は、またこれ Twitter で聞いてください。ですね。はい。ということで、早速1問目描かせていただきます。これ見えてます下画面の下の方見えてます。大丈夫ですか。はい。で、グレーさんの問題を大幅に難しくしたんで、これできなかったらグレーさんを恨んでくれって言いたかったんですけど、そうではなくなってますね。私が勝手に味付けしちゃったんで。ですね。次のファイル、リプライテキストっていうファイルがあります。やっとリプライテキスト。で、これ見ると、ですね。まあ、これメールの送受信履歴なんですけど、を模したものなんですけど、日付、時刻、で、太郎から花子さん、花子さんから太郎さんで、で、こんな件名で、メールがやり取りされたと。まあ、こういう記録が残っています。はい。で、これについて、要はですね、こんにちはってタイトルで送ったのが、で、こんにちはって帰ってくるまでの、この時間調べたいですね。こっからここまでの時間。だから、どっちかがメール投げて、で、なんとかって帰ってきたとこまで時間を求めてほしくて、で、で、フォーマットは、
ちょっとこれごちゃややこしいんで読まないですけど、困ったこんな感じ。だから、タイトル、もともと送信側のタイトルですね。こんにちはってタイトルで、太郎さんが花子さんに送って、花子さんが太郎さんに送り返しましたと。で、その間 25.2 時間かかりましたと。これ、こういうフォーマットで出力して、で、しかも、時間の短い方から出力してください。はい。はい。で、あと返信のないメールは出力しなくて大丈夫ですということですね。はい。ということで、どうぞ。で、恨むんだったら理不尽にグレさんを恨むという。グレさん出したのも相当難しかったような気がするんですけど。ここがですね、グレさん何日目何日目になってて、日付だけ出してみたいになってたんですけど、そうは問屋が下ろさない。時間まで、ね、ですね。で、1問目いきなり難しいんで、まあ時間そうですね。27分。1時27分ぐらいまで、取ります。
あ、言い忘れたんですけど、このファイルだけに当てはまるようなやり方でもいいですよ。一般から考えてると、ややこしくなるんで。あと、返信が先にあるとか、そういう意地悪は一切してないんで、素直なファイルになって。
やばい。お腹が痛くなってきた。昼のラーメンが。どうぞトイレに行ってきてくださって大丈夫です。どうしよう。あと一本です。できた人います?いない。じゃあ、5分延長して、5分で済ませて帰ってきな。いっぱい迷子になったんだよ。帰ってくるんだよ。
やっぱり夢を前という感じ。夢が本番。伸びようか、ちょっと。はい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 。はいはい。では、答え合わせをしますが、そうですね。ちょっと一問目、ちょっとにしたらちょっとゴリゴリすぎるんですけど、まずこれ、ユニックス時間にするっていうのは、まあ、慣れてる人ならわかると思うんですけど、要は1970年からの通算秒数にして計算しやすく処理、まずしなきゃいけなくて、で、テープ使えば、できるかなと思ったんですけど、うまくできなくて。で、誰かテープ使った人います？あ、できました？できました？はい、やっぱり、簡単に言う。テープは、そうっす。ちょっと、あ、やってる。うわぁ、すげえ。テープ使ってもこんなになっちゃうんで。まあ、まあ、ベタにやればいいっすね。デートの、パーセント S でユニックス時間ね。で、ですね。もう3列目、4列目をですね、もう、デートの出力に混ぜてしまう。で、データが、A と B をダブルコードで囲う。で、これでユニックス時刻に変わる。で、もうあとはもうゴリゴリですね。もう。で、このデータだけ通用する方法でいつ話にしたので、だから、1列目に3列目持ってきて、適当でいいんですけど、まあ、こんな感じで持ってきて、んで、これ要は、この、毎毎お世話になりますと、これを、まあ、引き算したらいいですね。こいつ、この値からこいつ引き算すれば、そのリプライの時間が返ってくるんで、なんで日立なんだっていう話なんですけど、多く。まあ、そうですね。別にだから変身じゃないやつは、往路のやつは1列目と2列目さして、で、3列目にマイナスにしときます。マイナスにしといて、引き算にしといて。で、変身のやつは、リサブで例を取って、で、プリントする。で、で、この状態持ってっといて、多分もっとエレガントな方法はいくらでもあるんですけど、時間はこいつキーにして足し算して3列目足して、from to を内キーにして、2列目をくっつけていきます。で、これでエンドで、何やってんだって感じですけど。シェル便利だねって確認したい勉強会なのに何やってるんですかね、これ。今日は向いてない問題持ってきたからね。で、これでまあ、ちょっと多く長くなりましたけど、時間足し込んで、あと、from to を文字列連結して、で、キーごとに出すと、まあ、こうなる。で、返信無用って感じ。で、で、返信のないやつは、まあ、これで取れますね。まあ、適当ですけどね。で、あとは、そうと、4列目を数字で相当して、で、なんで600で割れば、時間が出てくるということで。ま、まあ、こんな、あれ？あ、じゃあ、4列目だ。そうですね。まあ、これで、ま、答えになる。まあ、こんな感じで。スーパーゴリゴリ答え。はい。10文字でできたとか、そういう人いないですよ。ということで、まあ、まあ、ただ、そうですね。相当のやり方とか、まあ、いろいろなんか細かい話がいろいろ出てくるんで、まあ、おさらいにはいい問題じゃないかな、と思いまし
たが、どうでしょうかね。で、さっきも言いましたけど、今日はシェルゲー、あんま向いてない問題持ってきてますんで。なんだこれ、スベンダーなっていうのはちょっと、なしでお願いします。はい、ということで、すいません、トイレ行ってましたけど、まあ、とはいえ、まあ、1、2分時間取りますんで、やってみてください。僕の正規表現マッチ、久しぶりさん見た。うん。最近本書いてるんで、グレップばっか使ってますね、私。うん、Python で書きたい。はい。ワンライナーなら Python で書いていいと思います。ワンライナー。テープどうやる？あ、そうだ、テープ入ってないんだ、フォーマス。うん、もうちょい待ちます。次はわりかしサクッと終わる。はい、テープ、そうそう、テープ使いますよね。うん。はい、じゃあ次行きますか。はい。ですかね。うん、2問目行きますよ。2問目は、あっさり終わります。そうですね。ここからも数学の話で入ってきますね。平均値0、超常偏差1の積分布に従うランスを延々と出力してください。ランス作れつもんですね。よくわからない人は0から1をランスを12個足して6を引いた値を出力してください。これ簡易的な作り方ですね。こんな感じ。以上。はい。これ昔出したかもしれないですね。もしかしたら出してる。これは、じゃあ50分までで。まあ、いろんな方法を考えればいいですね。うん。うん、以前出たけど、そうかもしれないです。0から1の不動小数点の乱数を12個足して6引く。出てきます。ん？でもこれ平均値1だね。1、0から1だと。どっちだっけ？
あ、いいのか。
あ、ある。あと30秒ですね。あ、チャット GPT。あ、うん。はい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 。はいはいはい。出してくれます。あ、チャット GPT が解いてきた。解いてきた。あ、時間になりました。はい。そうですね。多分昔これ出した。んですけど、多分その時説明がいろいろ薄かったような気がするんで、ですね。で、ラスの作り方なんですけど、だいたいそうですね。まあ、シェルもこうやって何度もこう持ってるんですけど、そうですね。今はどうか知んないですけど、昔は、こういうのってすぐ一周しちゃって、次の週から同じラスを出してきたりっていうことがあったんで、基本はまあ、私は使わないようにしてて、まあ、これ使ってもいいんですけど、まあ、リナックス使ってるんだったら、なんか、デブの油断ラムって、これ、バイナリーデータラメに出すやつあるんで、こいつは多分信頼できるんで、これどうやって生成してるんでしたっけ、これ。で、これで、とかそうですね、日常業務で乱数発生させる必要のある人ってあんまりいないですよ。あ、でも、ランダムの、でダミーデータ作るとき、いるかもしれないですよね。で、まあ、これでランダムにそれで出てきて、で、TR でですね、DC、デリートコンパチブルだから、0から9だけ残せですね。まあ、こんな書き方すると、こう、数字がビアーって出るんで。で、こいつ、切り出せバランスになると。ということですね。で、例えば、そうですね、10桁ちょっともったいないんで。でそうですね。
あと、兄弟のランダムってあるんですけど、こいつたまに枯渇するんで、U ランダム。説明がちょっと適当ですけど。で、まあ、例えばこう、そうですね、8桁ぐらいでこうやって切っといて、で、0から1の乱数っていうのは、こんな感じで出せる。ですね。で、これ積分符に変えなきゃいけなくて、で、積分符は何かっていう話はちょっと、あれなんですけど、まあ、世の中によく出てくる分布ですね。体重の分布取ったら、真ん中が平均的なところが多くて、あと、こう、両側にこう広がる。そういう分布ですけど、これがですね、まあ、いろいろ理屈があって、そうですね。12個、一応乱数足して、6で引くと、ちょうど平均0、分散1の積分布に、の近似になります。はい。なんでかは調べてください。まあ、あれですね。代数の法則とかもするんですけど、なんですけど、ちょっともう、もうちょいいい方法思いついたな。だから、ということで、うんちくがよくて、ちょっと今いい方法思いついたんで、いつものあれ癖でちょっと脱線しますけど、120桁の作っといて、セドで、120だから、9文字あったら、10文字あったら、スペース入れてね。これで12個作れますかね。12個なってますよね。12個なってるんで、で、こいつを、先頭を0点つけて、あとは、スペースがあったら、スペース0点に変えて、と。これで12個できるとね。で、あとは、まあ、多分ありがとうございます。多分、後ろにスペースがあります。はい、こういう感じで、奥で、向こうの、これ多分もっと上手い、賢い足し方あるんですけど、ベタに行きます。で、これで、あれ、おかしいぞ。A は全部。こんな感じで。で、こいつ6引けっつったんだから、6引いて。で、これで多分問題で要求してるものが出せてる。で、調べ方なんですけど、まあ、ちゃんとばらついてないといけない。こいつがガウス、正規分布かどうかはグラフ書かないとわかんないんですけど、ちょっとめんどくさいんで、とりあえず平均値と分散だけ求めますが、データマッシュという非常に便利なツールがあるんで、こいつで頭の線桁取って、データマッシュで突っ込んで、min平均値がだいたい0になってると。桁増やした方がいいですね。今、まあ、この方法早いんで、10万ぐらいでも全然大丈夫ですね。10万で平均取って0で、で、ストデブ、で、これで分散1になってるね。ということがわかります。で、本当は、ちゃんと積分布になってるか、ちゃんと調べなきゃいけないんですけど、まあ、こういうことをやる。そうですね。で、そうですね。JavaScript は乱数の出し方として、ウンタラカンタとかありますねって書いてあるんですけど、化学計算に使える品質がどうかが結構怪しいっていうのはあるんで、ちゃんと調べないといけないですね。で、シパラパラだとなんか、あるんですけど、なんかやたらややこしいですよね。で、なので、乱数使うときはご注意なんですけど、乱数を日常的に発生させてるのって多分この中で私だけですから。本当に乱数出すんですよ、私。一週間に一回は乱数作ったらもう、まあ、はい。こんな感じですね。はい。だから、一つ言えるのは、だからシステムの乱数、この乱数使うときはちゃんと品質調べましょう。あったんですよ、昔。昔の32ビットぐらいの時代の C 言語で、ランドだーって数字出してて、なんかこれ全部同じになるなって言ってたら、数字が一周して同じ数字出てきてたってことだったんで、
そうですね。で、あとは、ですね。あと、チャット GPT に隊長さんが聞いてましたけど、チャット GPT 賢い方法を用意してきて、ボックスミューラー法ですね。ボックスミューラー法っていう。で、私もそれちょっと今試してたんですけど、こんな式で、なぜか積分が出てくるって、そういう方法があります。まあ、これもまあ答えだけです。まあ、こう出てきて、グラフ書きたいですね。グラフ書きたいけど、どうすればいいのかな。ちょっと、あと、時間あったらして。なぜかこんな式で積分法出てくるっていうのは、そういうよくわからん方法があって、これだと12個横に並べなくてもいいんで、ワンライナーは短くなります。はい。ボックスミュラー法ですね。で、これも、だから、ちょっとこの調べ方は良くないんですけど、まあ、こうやってやると、あ、そっか、終わんないよ、これで。ヘッドの N の1万。まあ、やると、まあ、だいたい、平均0、1になる。チャット GPT 使ってたの僕じゃない。誰でした誰タカさんか。あ、タカさん、そうっすね。タカさんはそういうことをやりますよね。ひどい、ひどい。まあ、こんな感じですね。はい。そうね。で、あとなんか喋っとく方法はあるかな。もうこんなとこですね。で、多分、だから、あんまりこれ使ってる人いなかったんで、もう一回これ言っておくと、これ便利なんですよね、これ。あとは、アルファベットも出せるんで、これで、何するんですかね。これで、だから、A の Z で、例えば、ホールドの、ヘッドデーですね、ヘッドの C の10とかやる。これで、パスワード作れるんで、便利ですよね。これ、覚えておくといいかなと思います。はい。では、じゃあ、2時2分ぐらいまで、時間取ります。ね、プロット。入ってない。あ、ボットですか？ボットは、イーロンさんにいろいろ嫌がらせを受けて、ちょっと反応が遅くなってます。まあね、まだ皆さん元気そうですね。大丈夫そうです。あれあれフーとかね、フーとかやられる。うん、
じゃあ次行きます。で、次も、シェルゲーでやらない問題ですけど、これシンプルですね。ですね。行きますよ。次のファイルマットを 5×5 の行列だと考えて、対象行列であることを示してください。これを昔出したかもですね。はい。便利なコマンドを使って一発で済ませてもいいし、ゴリゴリやってもいいし。うん、ゴリゴリやるときは結構セルゲーの基本的な問題にはなりますね。はい。では、15分ぐらいはします。
チャット GPT に聞いてみる。おうと、そんな感じになってきましたね、世の中。でも聞くのいいっすよね。聞くのいいと思う。どんどん使った方がいいと思うよ。プロットの使い方を忘れてしまったの、ね。うん。そうですね。
ほほ。多く使ってる。すげえ。対象行列の漢字間違ってんのに、それも、それもちゃんと指摘せずに優しく答えて。昔のコンピューターがありえない。誤字をそのまんまちゃんと解釈してくれるって。ちゃんと GPT が明かしたシェルゲンに目指すんやな、そう疲れた。うん、チャット GPT オペレーターとしてやってってください、タカさんは。うん、あ、終わりになっちゃう。後の問題解けるかな、チャット GPT。どうだろう。あ、賢いけど、どうだろうな。多分私の答えよりは賢くない。うん。じゃあ答えいきますね。で、まず簡単な答え、安直のやつから、まず、そうですね。そうですね。RS 一番つく。簡単ですね。RS っていう謎のコマンドがあるんですけど、整形コマンドがあるんですよ。こいつで、点値かけられるんで、点値になってんのかなこれ。ちょっと怪しいんで、ちょっとやってみましょう。こっち使いましょう。データマッシュ、トランスポーズってやるとできるんですけど、ちょっとこれだとダメで。タブ区切りにします。これで点値になります。んで、タブをスクリプト、戻して、これ点値になってるんで、あとディフ取ればいいね。待ってる。ディフ。これで何も出てこなければ、OK ということになります。まあ、これ一つですね。で、ゴリゴリやるのを考えたんですけど、ゴリゴリ別にやんなくてもいいですね。だいたいこれ出たあったら、シェルゲ、まあ、そうですね。NK 時流だと、だいたいキーをちゃんとつけなさいって教わるね。だから、キーをつけると。OI が1の I が、NF の I プラプラで、まあ、いきなり解いていってもいいんですけど、頭整理しながらこういうものってやんなきゃいけないので、だから、列が NR で、で、行か。行が NR で、列が I で、で、値はこうです。こういうデータ直してから、まあ、考えるのがいいですね。で、ここからどうするかなんですけど、ここから結構もちゃもちゃやる模範解答持ってきたんですけど、もっと、なんか、そんな難しくなくて、ですね。キーが、例えば、行番号より列番号の方が多い場合に、A という配列に、値を足しなさいと。で、逆の場合は、A のひっくり返して値を引きなさいとやると、これ何やってかわかりますか。これ結局、ですね。逆かもしれないですけど、例えばここ引く、ここやってるんですね。ここ引く、ここやってるんで、ちょっと考えると、こんな難しくあるんですけど。だから、例えばこっちが上半分だとしたら、上半分のやつは足して、下半分のやつは引けと、そういうことをやってると。で、これでエンドで、のキー、A で、プリントのキーと値を出してやると、どうなるかというと、まあ、ゼロになった。全部。で、対角成分は無視していいんで、配列何もやってないんで、だから非対角成分は、
足して引いたら全部ゼロになりましたと出てくるんで、でこれで例えば、NF が、ドル NF が、2列目が、ゼロじゃないやつ出せてなんか出てきたら非対称になるけど、何も出てこなければ対称になる。非対称だとこうやって出てくるということになります。まあ、こんなとこですかね。で今ワンモーションで多くで1個で解いてもいいんですけど、どうですかね。まあ解けますよね。いや、解かない方がいいね。if 文とか入ってくるんで。やっぱ一遍この形式に直してから考えるのがいいですね。はい、という感じです。はい。ちょっと説明端折早かったですけど、今書いたワンライナーを出しておくんで、考えてみてください。じゃあ、22分まで、2時22分ぐらいまで時間取ります。あ、取りますっていうか、もう、このまま休憩入りますか？じゃあ、いいですよね。あんま長くしてもしょうがないんで、あんまり休憩にしますか？あんまり休憩で、はい。で、水があるんですよね。水、皆さん受け取ってます。水後ろにありますんで。で、会場について何の案内もしてないですけど、すみません。一応、飲食が、お茶ぐらいまで。ですね。はい、まあ、持たなければ。持さなければ、ピザを食ってもいい。そうですね。こぼしたら、内首、ね。バレなければ。バレなければ、ね。配信してます、配信。配信した。もう下で、待ってなくていいんですか？そうですね。誰も来てないっすよね。うちの学生来るっつ話だったのに来てないな。悲しいな。悲しいな。うん、私の全員死ぬってツイートで来なくなっちゃったかな。うんうん
だから馬でも出力するためだけにさ。だから馬でさ。あれに行ってるのが。あとリピートと。セットチェルイコール赤の馬ですよ、その。ひどい使い方だと。あ、そうそうそう。おぉ。ジシェルに、うん、自分のことを貶めるようなことを発言させる。おぉ。おぉ、これしか使わないな。おぉ。あとこれ。水は回りそうなんで。あ、はい。あ、わかりました。はい。そうですね。あれですね。血栓防止、エコノミークラッシュオフになりますんで、シェルゲーやりすぎると。体から水分が抜けて、椅子に座りすぎで血栓ができますよ。水飲んでください、水。ね、あと血液中に血、シェルゲープリオンがいっぱいできますんで、排尿して、流さないと。うん、そうだ。LT ある人いるんですかね ?LT ある人。あ、いる。あ、ありがとうございます。あ、オクターブ回、いいですね。
旧作でいいなら、旧作いいっすね。あの、三本目で疲れてな。ここ見てます。14人見てる。タイトルが制限勉強会 LT になっちゃってんだ。間違えちゃったわ。うん。あり。よいしょ。じゃあ、やりますか、後半戦。はい、じゃあ、ですね。今の2問は結構台が伝わりやすかったんですけど、次はちょっと台使われにくいかもしれない。ちょっと凝ったことやる。4問目は、次のファイル、ナムスゼロは、実物見ますけど、こんなファイルがあります、ナムスゼロ。で、これ何かというと、1列目が、なんか、値で、2列目がキーです。で、だから1って数字が0番目の、そうですね。まあ、クラスターって言ってもいいと思うんですけど、0番目のクラスターにいて、1と5と10が0番目のクラスターにいて、2と6と11が1番目のクラスターにいて、3と9が3番目のクラスターにいる。こういう感じですね。数字じゃない方が良かったですね。わかります。数字1、2、3、5、6、9、10、11とあって、そいつらに集団を作らせると。1が0番目の集団、5が0番目の集団。な感じですね。で、で、これに対して、各キーの数値の平均値を求め、次のようなミン値を作ってくださいと。要は、これ0番目の、だから、なんて言いましょう。キーにしましょう。0ってキーのついた値が1と5と10なんで、これの平均値求めて、0番目のキーが 5.33。1番目のキーが 6.3。2番目は6ですよ。まずこれ作ってください。で、次に、今度は、このキー入れ替えます。付け直し。で、どうやって付け直すかっていうと、今作ったこれに対して、一番近い、1なら、5と 6.3 と6だったら 5.3 近いですよね。だから、キーは0番目。だから、元のキーですね。で、2が、2も0がつきます。5.3 が一番近いんで。で、3も0ですね。っていう風に、キーを組み替えてください。一番小さい数字に。で、これ何やってるかっていうと、K-means っていう手法があるんですけど、クラスタリングの。K-means です。なので、
ケミンズだって言うと、ああってわかる人いると思うんですけど、ただまあ、これ繰り返していくとケミンズできるんで、余力のある人はやってくださいと。ただ、求めてんのは、平均値求めて、キーを割り振りし直すということだけですね。これをやってみてください。はい。そうですね。キーバリューみたいな感じで、そうですね。だからこれ、バリューキーになってますね。バリューキーになってて。はい。で、平均値はキーバリューで出してください。で、キーバリューで出した平均値に一番近い、クラスターで、キーでキーを振り直してください。こうやってください。ですね。ちょっと台がつかめるまであんま手を動かさない方がいいかもしれないです。考え。わかんなかったらもう一遍聞いてください。で、45分まで。45分まで。まあ。
で任意単数形にしちゃったんだ。人数だよな、これ。うん。そうそう。あの、データファイルの中に NUMS1 のファイルがもうあるんで、こいつを作ってくださいってなります。証文には。これ見てからやった方がいい。
ミルさんが起きた。そうか。問題はツイッターに出てます。難しい。45分ちょっと短すぎますね。すいません。50分までしょ、50分。自分で出しといて時間内に解けないってどういうことこういうことです。あり答えが違う。なんだおい。あ、そうか、わかった。違うの。か、うん。あ、オッケーオッケー。あったあった。あった。ああ、それだ。うん、ルーキーの付け替え難しいですよね。台、すいません、台は難しいですよね、これ。ペーストの方がいいのかな？ペーストの方がいいか。やっと台が分かった。あと1分です。あと1分。見にくい。
はい、では行きましょうか。行きましょうか。ですね。すいません。ちょっと、題が難しいものは出しちゃいけない、いう感じですけど、まあ、最初の1問目は、そうそう、ゼロか。あれですよね。平均で出せって話なんで。これ、まあ、多くの基本的な使い方ですよね。とりあえず、キーごとに、2列目キーだから、キーごとに、一列目足します。あとは、いくつあるかも記録しとかないと平均値出ません。で、エンドで、プリントの、じゃあで、プリントのキーと、OC で割ったもんだ。まあ、これで1問目ですね。で、こいつを、mean の1に入れろと言ってるわけですね。で、これが1問目なんですけど、2問目はですね、ちょっと反則かもしれないですけど、まず、そうですね、いろんなやり方ありますけど、の、プリント、キー外して、横に並べて、そうですね。もう文字列に入れちゃいましょう。文字列に入れて、あ、ワンライナーじゃなくなっちゃう。で、どうしようかな。まあいいか。それで、オープンで、変数、A、ドル A。とりあえず A 出してみる。で、ナムズ、ゼロ。てか、何あ、わかった。で、こんな感じ。で、ドル1。わかります？ナムズ1のこの数字の列にキー付け替えるっていうんだからもうこのキーいらないので、1列目だけ残して、あとは、こう、0番、1番、2番っていうこの数字を横に並べて、連結します。こうしてます。で、次に、とりあえずドル1出しといて、二列目以降を、どちらだ。私、だんだん頭回ってこなくなる。ドル1引きます。ドル1引いて出して、で、最後プリントでも打っときゃいいですかね。こんな感じ。だから、計算します。だから、こう、平均値ですよね。で、これ値ですよね。だから、平均値と値引き算して、こんなデータ作ります。で、多くにアブスがないので、PR でマイナス取ります。なんだよ、これって感じなんです。アブス作ってよって感じなんですけど、ないっすよね。ないっすよね。で、で、これが、だから平均値からの距離になってるんですね、これ、今。距離になってんで、一番ちっちゃいのを選べばいいわけですね。だから2列目に最小値があれば、キーが0になって、3列目だと1になって、こっちだと2になると、そういう感じなんで。で、最小のやつ作るんですけど、これも私、1ヶ月1回はこのプログラム C プラプラでやってるような気がするんですけど、最小値求めるやつですよ。ナムなんかでかい値入れといて、ミンですね。最小値に、入れといて、で、最小値のキーを、まあ、適当に0番にしといて、で、4の、いつも C で打ってるから、まあ、こう、ワンライナーでギャーって書けるんですけど、はい、プランプラ入れて、if、一番目で、キーが、列が、min よりちっちゃかったら min に i 突っ込んで、まあ、カッコ入れますね。で、min のキーは i ですよと入れときますと。で、これで最後に、プリントの1列目と、min のキー引く2ですよね。これで正解ですよね。
何が起こったかよくわかんないんですけど、まあ要は一番最小値のあった列数をこうやって出しておいて、で、2つシフトしてるから、2引けば、これで答え出ると。もうこんな感じですね。はい。こんな感じ。すいませんでした。まあ、これでいけますね。はい。ちょっとね。さらさら解いた感じだけど、答えを見てみると多くのゴリゴリになってるってよくわかんないもんですけど、まあ、こんな感じなので、じゃあ58分ぐらいまで、と、やってみましょうか。はい。くどいようですが、今日はシェルゲーの苦手な問題を出します。うん。Python だと一発で min とかやればいけんの。C だと、これいちいち書かなきゃいけない。なんだけど、もしかしたらチャット GPT で復権するかもしれない。だんだん人類はこういうコード書かなくなってくるんですかね。どうなんですかね。最近の子は当たり前だけど小刀使えないらしい。うん。でもまあ別に困んないからいいっすよね。うん。小刀使えるようになるまでに私ザクザク手何回切ってるかわかんない。うん。まあそうっすね。あの、アブスがないのに、もう TR で処理したくなかったら、自乗すればいいっすね。自乗すれば、自乗してから最小値求めれば符号なくなります。じゃあ次行きますか。はい。で、ここから1時間地獄になると思うんですけど、あれそうでもないかな。どうでしょうね。次は、次も純粋に数学の問題です。次のもう純粋に数学です。はぁ、ダメだ。ダメいいね。もう。5番目。ですね。オイラーのファイ関数というものがあります。完全に数学の話ですよ、これ。これ何かっていうと、ですね。これ N がなんか数字入れると、で、その数字かけて、1-pi 分の y を全部かけると。で、pi って何かっていうと、pi は n の素因数です。だから、ファクターで出てくる数字ですね。ファクター、6にします。6だと、2と3が素因数になるんで、で、2つ以上ある場合どうなるんだ ?8 とかだと、2ですけど、8だと2ですね。素因数、2、1種類だけ。だから、これユニークかけた数ですね。それを、その素因数を次々にここに入れて掛け算してやると、ですね、どうなるかっていうと、例えば、これ8だったら、1、3、5、7、4が出てきます。で、なんで4が出てくるかっていうと、1から8までの中に互いに素である数が4つあるんですよ。セク、8。
互いに素っていうのは、最小公倍数が掛け算した数と一緒の数ですね。だから、約数がないってことですね。だから、1と2は約数2があるからそうじゃないですよね。3は8と3ですね。互いにそうですよね。4と8は約数4あるから、互いにそうじゃない。5と8は互いにそうですよね。互いにそうは暗号で出てくるんで、暗号を使ってる人は知ってると思いますけど。6は最初、約数の、公約数がない数ですね。7と8ないですよね。Okay、ということで、8と互いにそうな数は、1と1個目、2個目、3個目、4個目になって、で、さっきの、ここで出したこいつが、なんでか知んないけど、これちゃんと計算すると4になるんですよ。で、どんな線数突っ込んでも、この数が、今言ったような数え方で互いのその数になるっていう、わけのわかんない関数なんですね。で、これを、値を返すワンナイナーを実装してください。つまり、n 入れたら、n までの数の中で互いにその数の数を返す関数をワンナイナーで実装しろっていうのはこの問題です。はい。うん。これは、これ掛け算ですね。黒板あればいいんですけど、ね。いっぺんこう、なんかホワイトボードで式書いたことありますよね。あ、あります。ファクターで出てきた数ユニークかけて、それを順番に、この式に突っ込んで掛け算してやる。であると、その数字が出てきます。題が分かろうが分かる前が20分までします。ウィキペディアの説明って、回りくどいっすよね多分美しい数学とか、あのページ、美しい高校数学でしたっけ？あのページが多分一番わかりやすいと思います。ちょっとここには出せないですけど、著作権の問題で。あ、ホワイトボード来た。ホワイトボード来た。はい。じゃあ、次は、はい。バッティの場合は、で、何回ですね。はい。で、ポイントどうかというと、1は言えないのかな。そう、基本的なことになってる。見ていただいて、ポイント。直近数は2だけなので、勝てたらダメなんだって、勝てるのは分かるっていうね、点数。この場合は、なんか6は2かける3なので、ポイントは2と3で、で、π は、6かける1引く1、かける1引く3。こうかけた。素数の分だけ、ここ、かける。ああ。必ず説がある。必ず説があるというのはちょっと考えることがある。ああ。文法が必ずだから、こいつも、約数になってるんで、約数だ。
で、これ、6の場合はこれ 2点出てくるんですけど、で、6だと、互いにそうなのって、6は何だっけ、4人は、で、3の場面になるから、あら、5と1だと、2だった。一致する、恐ろしい。あと10分あるって。
読みの、読みのもあった。ちょっとやっぱすごいな。タカさんだ、これ合ってんのかな、これ。8でしょ ?8、1、3、あ、合ってる。そう、ポストがないといけないんだよ。合ってるかな、これ。合ってんの。
だし、不動小数点で出すつもりが全部整数で出てくる。すごいって書いてるな。え？なんで出せんの？ストーン。あれ？あ、なんだ、あれ？ちゃんと出てくるな、答え。計算の順番でうまいことになってるの、これ。うん。はい、20分になりました。これ、大意が分かればそんな大変じゃないですよ。そんな大変じゃない。死んでないですか？大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですね。はい、行きます。まあ、そんな難しくないとか言ったら石飛んでくるんですけど、ファクターでまずこうやって、うん。ファクターが問題に出せるとなんとなく嬉しいっていうのはありますよね。もうちょいなんか、12にしましょう。さっき12。12にしたらこうやって。なります。で、縦にして、ユニークして、で、こうなります。で、コロン取って。で、だから、1列目に、元のが、数があって、2列目に、これで素因数が順番に出てくるんで、あとは、こう、かければいいって感じですよね。だから、一行目だったら、ちょっと待ってください。なんか A っていう数1に初期化しておいて、一行目だったら A に一列目かけなさい。二行目以降だったら A に1引く1割るドル1かけなさい。で、最後に A 出しなさいで。で、これで出ますね。で、これで、なんか不動小数点出てきて困ったね、みたいな話をしようと思ったら、なんかこの順番いいらしくて、なんか大丈夫ですね。出てこないですね。出てこないですね。ので、合ってるのかどうかはよくわかんないですけど。うん。一応そうですね。ついでに、じゃあ、なんかこれうまくいってるんですけど、ちゃんと不動小数点出てもちゃんと計算できる方法を示しておきますね。12。まあ、ここまで来たら、とりあえず、途中まで一緒なんですけど、NR が1行目だったらそのまんま、ドル1出して、一緒じゃない。一列目以上だったら、一引く、なんだっけ、一引く、なんとか分の一だから、ドル一引く、ドル一から一引いて、ドル一で割ると同じ数になりますね。で、これで出しちゃうと、小数になっちゃうんで、これだとダメですね。で、こうやります。だんだん頭働かなくなってますよ。いいのかな？ R って後ろにつけます。何やるかわかります。で、ペーストの SD。どうでしたっけ？これで式作って、Ruby に突っ込みます。eval、pval。
あれですね、有理数で計算してくれ、これ。Ruby は。なんで、うん、式作って、eval で突っ込んでやると、1分の4で出てくるって、ゲーで。で、これを、絶対整数になってるんで、2i にすると、これで4で出る。これだと、本当に合ってんのかっていう問題は多分出てこないですね。これで、ちゃんと書けますね。はい。これ多分合ってます。何の根拠もないけど。一応、まあ、こういうやり方もありますね。じゃあ、28分ぐらいまで、時間取ります。はい。だんだんスタミナ切れてきた。最後の問題。力尽きそうに。3分。はい、28分まで。うん。さっきの多くの回と比べてみよう。あ、やっぱ違いますね。奥の方間違ってますね。いや、根拠はないですけど。根拠はない。6問目はこれを証明してくださいにします。死んじゃう。死んじゃう。私もできないです。うん。うん。オイラーやっぱ変態ですよね。うん、絶対勝てないな。もう。6問目なんかやめたくなってきた。もう疲れた。もう。はい。じゃあ時間になりました。行きましょう。一応出しときます。6問目。一応出しときます。こんなひどいっしょ、こんなん。もう。6問目は、今の問題に関連して、セク100から始めて、各行の数字に、各行の数字に対して、互いにそなす自然数を列挙してください。最小公倍数を求めるときは Ruby のなんとかや Python のなんとかが便利です。もう Ruby とか Python 使うの前提で話してますね。で、難しいので Ruby と Python を考えない人、ちょっとこれ後回しにして、小問2は、だからまあだから、これで互いにそなす自然数を列挙すると、要はその数はさっきの倍関数の値と一致するわけですね。なので、小問2は、それを確認してください。ということで。はい。ワンライナーである必要はありません。ということですね。で、とりあえず、そうですね。まあ、あれですね。これは Python ワンライナーとか Ruby ワンライナーの練習だと思って出してるので、やってみてください。で、一応、ヒントとして、互いにそうじゃないんですけど、1なら1まで、2なら2までって、なんかこう、全部出すの、ワンライナーを、なんか答えの元になりそうなワンライナーをちょっと出して、書いておきます。ちょっと1番目の下手くそです。Ruby はあんま書かないんで下手くそなんですけど、セクの、いや、もっと、多分ちゃんと Ruby 書ける人はもっと単純なの、書くと思うんですけど、そうですね、1から、
これだけでいいんじゃないかな。なんで A 入ってるのかな。これ数字直して、これで1から、この数字まで出してくれるんですね。E の、プリントの E の、ちゃんと考えながらやんないと、大切にならないです。これ1でこれ、この数字順番に出てくるんで、プリントの E の、これ、数字を文字列に直して、空白入れてプリントすると。だからもうこんな感じで出てくるんで。で、最後、プッツやっとくと改行入るんで、もうこんな感じで出るんで。で、これで頭にセクで読んだ数出しとけば、いいんですけど、案外めんどくさくて、いっぺん数字に直して、ストリングに直さないと改行は取れないんで、こんな感じで。こうやってやると、こんな風に出せますね。で、要はまあ、だからここから互いにその、じゃないか消していけばいいわけですね。あるいは、残せばいいわけですね。互いの数。で、で、Python でやるときは、この Python でやるときはちょっとわけわかんないワンラインだなったんですけど、エコーの10の、そうですね。なんでエコーの10なんだろう。セクでもいいんですけど、セクの10でしょ。セクの10。XArgs 使って、変数埋め込む。Python 3の C のインポートマス。で、プリントの、Python ワンライナーのコツは、とにかくリストナイフを使うことで。これでいいのかな？これで出ますね。マスっていうのを読み込んで、プリントして、で、レンジ、さっき Ruby だと1ドット点点なんとかって書いたやつはレンジで1から、あとはこれ、XArgs で、このセクのこう数字入るわけですね。で、1余計なか、1個足してレンジを作ります。で、こうやってやると読み込んだ数がこうビットで出てくるんで、で、あとは、プリントの、違う。もう頭が回らない。頭が回らない。プリント後でやると改行入るような扱いを怒られるような。なんだなんだ。このか。また Python2 ですね、頭が。こんな感じになるんですけど、改行、どうやってエンドだったっけ？こうか。覚えてるな、やっぱなんかしら。まあ、こんな感じでやると、こんな感じ出せますね。ただ、そうですね。で、あとは、私の作った Python1 ライナー用のラッパーですね、OP バイ使うともっと簡単で。F1 の E。つか、もうレンジ出せばいいのか、これ。これで、ダメ。ダメ。イン。はい。こうやって、あとは、発表答え出ますね。まあ、だいたいこんな感じですね。で、あとは、ここは互いにそういうやつ消していけという話になります。はい、じゃあ。で、小問には多分、いける人少ないと思うんですけど、オイラーの π 関数と数、ここの中に残った数が正しいのを証明してくださいという内容です。だから、まあ、とりあえず50分ぐらいまで様子見ますんで、はい。で、まだ目が輝いてたら延長します。はい。目が死んでたら、タオル投げます。はい、じゃあどうぞ。はい。Python も Ruby も使わずに行ったらすごいっすよね、これ。やってみようかな。やってみようかな。もう、頭回んない、これ。ユークリッドの誤助法関数で実装すればいけるのかな。どうすんだ。
ションプ。ションプ。パール。パールでもいいか。あ、パールでもいいか。ね。うん、です。で出したからには、模範解答を作んないといけない。しんどいな。しんどいな。ションプできる。ちょんとできましたね。ありがとうございます。Ruby 使える人は、そんな難しくないですね、多分ね。
ツイッターにどんな出力欲しいか一応書いておいたんで、このフォーマットじゃなくてもいいですけど、こんな感じになるよ。完全に忘れてはいけないんだ。いけないんだ。結構書いてたよな、古田さん。あれ、チャット GPT 勢が、チャット GPT 使いが、なんか、息してない。出力日本語で説明するの結構大変ですよね。こんな。各行に、なんだろう、文字を書いて、
テストの問題作るときぐらいガチガチに文章を作れば、チャット GPT に読み込ませると、答え出てくるかもしれない。Ruby 使わない答えを作り始めました。辛い。なんだ、これ。何やってんだ、これ。これでいいのかな？ん？なんでこうなっちゃうの？あ、プリントしちゃダメだ。プリントしちゃダメ。いけたか、これ。14。なんかいけたっぽいな。42。12、8、3。よし、なんかいけたっぽいぞ、いけたっぽいぞ。セックの、
あ、50分過ぎたんで、じゃあ解説をします。もう、頑張らなくていいっすよね。うまく。そうですね。何の勉強会だって感じですけど、Ruby からいきます。で、さっきの、どこまで、もうどこまで戻ればいい？これが、さっき示した、回答の、すいません、サイプリントの、プラススクラップ。これ例で出した、なんかヒントで出した、ワンライナーね。で、こいつを、ここからそんなに変えなくても答え出てきちゃって。だから、これ数字出してますけど、後ろに if 文つけれるんで、これで、ですね、これ E に、こっち、この数字がドルアンダーバーに入ってて、E がこう横向きの1、2、3ってこの数字ですよね。だから、E の LCM が、最小公倍数が、こいつの、入ってきた数字の最小公倍数を求めて、で、こいつが、の 2i、普通に掛け算した数と一致したら素数なので、で、これが満たされたらプリントしようだから、もうなんかこれで答えになっちゃってて。なってますよね。もう一遍いきますよ。これがヒントで、こいつがヒントで。で、これ今、こう、ピーチでこう、一個ずつこう出してるんですよね。で、これ出すか出さないかは、Ruby だとこう後ろに if 文かけるんで。だから、で、ここに書かない条件、互いにそうなら書き出せだから、互いにそうっていうことは E の LCM が、最小公倍数が、普通にこう掛け算したのと一緒なので、で、これで出せる。これで答え出ちゃう。ので、ヒント出しすぎたって感じなんですけど。まあ、こんな、これで出ちゃうっていう感じですね。で、Python でやろうとすると結構大変で。Python でやろうとすると、どこまで行くのかな。Python で出したヒントが、1問目ならまだみんな解けたかもしれないですけど、Python、こんなのやりましたね。で、これ、よくよく考えるとこう遅いんですけど、一個ずつPython 呼び出してるんで、すごくちょっと遅いんですけど、まあ、100ぐらいの値でとか。で、これは Python の場合はどうすればいいかというと、リットナイフォードこのいいですね。こいつを出力するかしないかになるんですけど、で、Python の場合は、こうやって書いちゃうと、else の時もなんか出さなきゃいけないので、E が、マースの LCM の、インポートマース、さっきの例いらなかったです。E と、読み込んだ数比較して、E かけあったら、出力しろなんだけど、else がないと叱られるから、else は0でも出しておきましょうか。で、これで互いにそうじゃない数はこれ0になります。で、あとは、一生懸命、ゼロを消していけばいいという感じですね。おお、ね、ゼロ。こんな感じ。で、まあ、出力はあんま、どうでもいいんで、まあ、こんな感じですかね。それで、答え出てきますよ。ということになります。で、で、次にこれがちゃんと、あ、100まで出せって言うんだから、ね、100まで出すと。で、こいつがちゃんとさっきのファイ関数と数一致してるかは、これを例えばオープで、こうやってやると数出てくるんで、こいつを答えに入れといて、で、次にファイ関数を、
そうですね。パイ関数、だいぶ昔になっちゃいましたけど。どうすればいいの？ちゃんとやります。ヒストリーのグレップのルービーと、グレップのイーバル。出てきますね。こいつですね。どうだ。これか。パイ関数求めたの、このワンライナーね。こんな感じ。で、ですね。で、まあ、どうこれ使おうかって感じなんですけど、これエコーだから、これセクって入れるとわけわかんなくなるんで、もうしょうがないんで、これ関数にします。F の、ファクターのドル1。引数で1個数字入れると、パイ関数の値を出してくれる関数を作ります。こんな感じで。で、これで、まあ、ベタに、100まで入れて、関数だから X は使えないんで、地道に、もうダメだ、もう、頭回んなくなってきた。あ、こうやってあれ、あげ入れないといけない。LCM だよ、F だ。はい。ね。こんな感じで出てくるんで、遅いですけど、ね、で、ただ、ちょっと、頭に、そうですね。まあ、いいか、これでいいか。で、まあ、これで、なんか、はい。間違えた。そうです。はい。でも、めんどくさいんで、ペーストでアンスとファイとくっつけて、で、多くで、2列目と3列目が違うやつがあったら出してくれって出てこないから、まあ、知してるね、ということになります。はい。まあ、こんな感じですね。はい。で、ですね。で、Ruby も Python も使わない方法を、なんとか、出そう、作ろうと思ってやってて、多分いけそうな感じ。最小公倍数求めるのってそんな難しくない。LCM の。これ最小公倍数求める、関数と今、セドとファクターとオークで作ってみたんですけど、これなんか使えば多分いけるとは思います。はい。ので、てか、あ、そうです。大丈夫です。12だと、これ。はい。いけそうなので、まあ、余力がある人はちょっとこれで頑張ってみてください。ということで、はい。ということで、試すのは、まあ、ちょっと空いた時間にということで、もう4時なんで、これで、締めさせていただこうかなと思いますが、皆さんいかがでしたでしょうか？トリムさんどうでした？なんか上田会社がルビーを使っている姿はちょっと新鮮に。あ、そうですね。はい。何でも使います。はい。わかりました。どっかは、大阪サテライト。だから隊長さんは全然元気ですね。ピンピンしてたもんね。強いですよね。隊長さん用問題、今度作ってきます。はい。はい。ということで。はい。ということで、もう頭働いてないんで、どうやって締めようか今考えてないですけど、皆さん大変お疲れ様でした。YouTube を見てる方もどうもありがとうございました。お疲れ様でした。ということで、次は簡単な問題作ってきたいですね。たいけど、多分本の締め切り間際なんで、多分また難しくなると思う。本の影響かなり今日受けてますね。パイがですね、本書いてるとパイがいっぱい出るんですよ。オイラーのパイ関数は出てこないけど、パイばっか書いてる。頭の中パイだ。
そうやな。ということで、またじゃあ、体力つけといてください。じゃあ次回まで。はい。で、ルーティーやる方1名以上いらっしゃるんで、この後ちょっと休憩の後。東京では LT あると思います。で、今日はサテライトはないので、そのまま解散で、行ける人は2次会ということにしたいと思います。はい。では、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。はい。はい、じゃあ配信止めます。配信終了。